ペンギン人間、そして最後ジャストナウ聞いていただきました。皆さん楽しんでいただきましたか？花巻さんのライブが楽しかったよということ。すごかったね。どうでした、みちこさん。いやもうね、ほんと見ててもすごいし、後ろで聞いてても本当に、なんか本当にテレビの中にいる人が出てきたんだなと思って、なんか初心を思い出した。おお、なんかさ、だってさ、小さい頃さ、テレビの中にいる人と会えると思ってなかったじゃん。本当に残った。でも本当に興奮しました。しかも私も大黒摩季さんすごい好きなので、はい、もう本当に感激しました。ありがとうございました。本物だったもんね。すごかった。あとさ、意外とさ、背がさ、そんなに大きくないじゃない、ね、なのにあの声量、そうすごい、もうすごいだよね。すごい、もうワロンパ放送局であんな声出るんだと思った。ねえ、収まりきらないじゃないかっていうさ、近所に住みたいね。近所に住みたいね。いつでもなんか歌ってくれる。いつでも踊ってくれますか？いつでも私踊ってくれます。元気です。本当に来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に、でもなーちゃんもすごい絶賛されてたもんね。そう、私こんなものまねの才能あると思わなかったから、ちょっと特技が一個増えたなって思いました。今日から特技増やす、頑張って極めます。増やしてこ、増やしてこ、増やしてこ。ところで MC のリーダーの母ちゃん、あ、そうじゃないないの？あ、私さ、これ、あ、よっしゃ、時間ないもん、回ってこないと。古いよ、これ今 CM 中なんだよ。何？え、今 CM 中なんだよ。え、でもほら、私ほら、モノマネグランプリ出てるから。あ、そっか。何？何？それは声の大きさでしょ。あ、はい、本日ゲストに来ていただいておりますのは、あ、お願いします。あなた、ちょっと頭が悪そうね。あれ、いかが？カラナギめちゃくちゃ頭がいい。本当ですか？はい、入ってるよね。カラナギさん、これちょっと楽屋で流行ってる。一時期流行った。一時期ないまいくらだよ。やっちゃない、これは絶対にやっちゃうよ。ダメです。ワルクに届けておきます。レアなものが見えたよ。レアだった。でもなんか増やしたいと思ったものがね。なんかね、増やしたい。でも別個ぐらいあるとやっぱさ、ちょっと盛り上がるじゃん。そうだね。そんなことないよ。さあ、この後 CM になってもらって、あらまきよこさんに登場していただきます。お届けしたのは、のってあられのライブでした。ね、ごめん、今 CM 中じゃなかったんだね。そう、今ね CM 中のみんなレアだねとか言ってたら、めっちゃ本当になってんじゃん。いや、これ CM 中ないんだね。そうだよ、時給が余ったくんだから。いや、チコちゃんのあれも聞けなかった。なになに？シルベスト&トゥイティミステリーの真似だ。知ってるかな。シルベスト&トゥイティミステリー。あ、ツイッティなんだよね。ツイッティ、そう。いくよ。うん。なんだっけ。事件へはどこにでも行く。あの鳥もいつかきっと食って。あ、これ似てないだ。おお、イエイ。ヘクターがついてるもん。以上です。じゃあ、荒牧陽子さんにもう一度登場